火曜日21時になりました、ジャスタッターパートという名のラジオ、えー、今週も行ってみたいと思います。えー、この番組はね、毎、え、度、ー、おなじみ、株式会社村上製作所の提供でお送りしていきたいと思います。えー、今週もね、えー、こちらのスタジオ、えー、低納とオゾン破石トレールフレッシュにてね、コロナ対策万全でお送りしていきたいと思います。ということで、本日のゲストは、誰もいない、はいえー、今日はね、誰も捕まらなかった。 というわけで、ね、一人でのこのこうやってまいりましたがね、えー、まあ今週はね先週といろいろとね、えー、出来事があったり、えー、ちょっとした発表事なんかもあってね、えー、なのでゆっくりとゆっくりじっくりと、えー、一人でねお話ししていきたいと思いますがまああの先日の7.7、えー、後楽園大会ねおかげさまで大盛況に終わったのですが、えー、その後にですね7月10日すぐにこの間の土曜日に えー、ジャストタップアウトと、えー、ちょっとコラボイベントがね神田の方でございました、えー、こちらねあのメンタルトレーナーのね石津大先生が、えー、企画したねプロレスイベントだったのですが、えーまあ、あのメンタルトレーニングということでねメンタルトレーニングの教室なんかも。 行ってですねリング上でみんなねあの体育座りして教科書を手にね、えー、先生のもとメンタルトレーニングをしてもらってですねメンタルってねとても大事だなと、えー、思うのですが、まあ、私高道のあのもう生まれた時から最強メンタル持ってるんで私にはあ,のあまり不要なものなんですがやっぱね、えー、うちは若い女子もたくさんいるしやっぱメンタル弱い人間がとても多い、えー、プロレスラーたるものね、えー、プロレスの強さだけじゃなく 身も心も心強くなきゃいいかんととうことでね、えー、みんなすごい勉強になったみたいで、えー、これがそれが、ね、今後生かされたらいいなとそのね記念 T シャツでこれメンタルトレーニングのね、はいえー、特別 T シャツなんかもいただいたのですがなんとねその日ね実は組まれていた対戦カードに含まれた選手がねちょっとあのー、コロナの濃厚接触者ということで急遽欠場になってしまってですねあのー、カード変更になったんですが。 あのカード変更がビッグなカードになってですね実はあの7月7日の後楽ホールで、えー、カノン綾部蓮と対戦した鈴木軍ボス鈴木実高道の組でね、えー、対戦したのですがそこで、あのー、カノンと綾部蓮がね鈴木軍ボス鈴木実と激しくやり合って、えー、ボコボコにされたわけですねでまだやりたいねまたやりたいって二人とも言ってたんですがなんと 7月7日後楽園から3日後、その7.10、ねえー、その神田で行われた、えー、ジャストタップアウトとメンタルトレーニングのコラボイベントプロレスで、なんとボス、鈴木るが、ね、再降臨、突如、急遽、あのー、あれなんですよ実はそこに参戦予定だった全日本プロレスの石川修司選手が濃、ね、厚、えー、接触者疑い。 とということで試合を欠場しざるをえなくなったというのを言われたのがイベントの2日前、やばい、割とね、イベントの目玉カードに組まれていたのでね、えー、さあ、石川修司選手の代わりになる大物選手、ビッグゲストを探さねばということで、あの手この手、あちこち連絡しまくったんですが、さすがにね、土曜日、しかも2日前でね、なかなかやはり、名のある選手は、空いてない。 マットと、マタカミしのコネクションをねフルに活用して、あちこち連絡したところ、たまたま、たまたまたね、ボス、鈴木実が、その日、空いてるよと、マジかということで、オファーをしたところ、快く受けてくれてですね、急遽まあ後楽園の3日後に早くもね、ジャストタップアウトに、鈴木実選手が再降臨してくれたわけです。拍手ありがとうございます。 そんなことで私もね、えー、もう次組むのはいつかなーなんて言ってたのに3日後に組んでしまったと。で対戦カードもね、えー、鈴木みのる高道の区対、えー、綾部蓮、イーグルマスクということで、えー、綾部蓮はもう3日後にして早くも再戦を迎えてですね、えー、まああのやっぱり2回目なんでねまああのー、初対戦の時に比べてよりね激しく当たりに行ってぶつかり合って。 あのー、なんかますます火がついた感が出てる、で、ボスもまんざらではないなと、やっぱ2メーター、まだね1年に、1年未満の新人ながら、2メーターの巨人のね、若手選手がなかなかいないんでね、なんかやってて、それなりに熱くなってたような感じがしたんですね、でこれは鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、いや、これはもうね、2回タックで当たったんで、次はシングルかなと。はい 私高見氏が思ったわけですよまああのボスを呼ぶとなるとね、あのー、スケジュールがね空いてるかどうかもわからないし、まあ、ぶっちゃけ高額のギャラも発生するわけですがただねレンにとってはこれはね何だろう7月7日の後楽園で激しくやり合った末にも敗れてもっとやりたいと言ってた、あのー、言った日からわずか3日でねこんなことがなければなかったでしょう。えー まさかの再戦でさらに熱くぶつかり合ったということで、これはもう次近いうちにシングルマッチを組みたいなと思っちゃってます。ただまあねまだねいつどこでっていうのはねちょっとねあのまだ決定はしてないんですが本当近い将来えー近いうちに本当熱いうちにえー組みたいなと思ってはおります。まそんな感じでねそのメンタル教室 とジャストタップアウトのコラボイベントは大成功。まあまさかのねそのメンタルトレーナーの石津先生この番組にもねこの番組じゃないや、えー、この番組ではないですけどあの他の番組でねあのゲストで来た出演したこともあるみたいなんですけどもまあその石津トレーナーはまあとにかくプロレスが大好きで若い頃はプロレスを真剣に目指したということででね。 まあ、プロレスそこまで好きだったらねちょっとプロレスラーは無理でもなんかプロレスチックなことやっちまおうよってね私高見一之君悪巧みしてですねいろいろ乗せちゃって、えー、最終的にはね覆面かぶって試合のコスチュームまで作ってきたんでこれはやるしかないでしょうということでね思ってたらですねなんかすごい黒いマスかぶった悪いやつら出てきてね急遽試合って っって言って言いいいか分からないですね試合もどきが始まってですね、えー、結果的に石津トレーナーあのコーナーのトップロップから飛んじゃったりなんかしてね、えー、とても素敵なイベントに終わったかと思いますまああの綾部蓮とね鈴木美濃の,あの再戦もできたわけで本当にねいろんなものが後楽園から線でつながった、えー、そんな、えー、メンタルトレーニングかけるジャストタップアウト 神田大,会でした大会って言っていいかどうか分かんないですけどまあほぼ大会と言ってもいいような内容だったんでねそして、えー、次なる大会は、えー、7月23日、えー、東京は高島平の方でねジャスト・アパート初仕様となる、えー、高島平のなん大会が、えー、待ち構えておりますがじゃあまずポスターからいってみましょうかドドンナイス。 はいちょっとね今日のメガネ忘れてきちゃって全くモニターが見えないし時計も見えないしねだけど間違いなくこれは7.23のポスターが出てると思って信じますはい正解、えー、今回ね男子の方ハウスの方が先です、えー、確か13時だったかなダメだ全然見えないやあアップありがとうございます何時からだろうこれでも見えないや15時だ はい、ハウスは15時からです。すみませんね、これでも見えないんだよな、俺、やばいな。はい、JTO ハウス男子の部は15時からとなっております。で、15時からの、ね、対戦カードは、えー、と先週、先々週に一部発表しましたが、ちょっとおさらい、焼き直しをしてみたいと思います。えー、決定カードがここちらドドン、はいえー、これは初の試みとなる えー、夢チャレンジトーナメント1回戦オンリーフォールルールなんのこっちゃって思ってる方が多いと思いますが、まあ、ジャストタップアウトといえば JTO ルールフォールのないギブアップのみのルールが主軸となってランキングを争っているのですが今回はその逆を言ってみようとまあこれ本当ね私高見白くのね思いつきだったんですけどまあ オンリーギブアップ、フォールがなくてギブアップのみのプロレスって割とまあ良ささまでもあったりする。ところが、プロレスといえばワン、ツー、スリーのね、スリーカウントですが、フォールのみの試合、ギブアップがない試合ってね、過去に私が知る限り見たこともない、聞いたこともない。ならば、ジャストタップアウトでやってしまおうかということで、えー、実現したこのね、えー、トーナメント。 えー、ちなみにこの夢チャレンジトーナメントというのは、まあ、9月に後楽園大会があるんですが9月の後楽園大会の大会タイトルが夢ということでね、えー、その夢でじゃああのー、キング戦、えー、私が今ねキングと呼ぶやつ王様なんですね私ね、はい、自分で言いますけどまあありがとうございます、はいえー、ジャストタップアウトで一番強いランキング1位の、ね、キングの座でね、えーまあ、ジャストタップアウト所属選手と全員とねもう防衛戦を行ってしまったと じゃあ次誰とやろうかなって時に、じゃあもう公平にね、そのランキング上位の所属選手で一番強いやつを決めよう。ただ普通にやっても面白くないなということで、あえてこのオンリーフォールマッチ、スリーカウントのみ、いつもと違うルールでトーナメントして決めてみようということでね、今回その1回戦が組まれました。えー、現在ランキング3位の竹倉龍也とランキング5位 のイーグルマスクによる、えー、1回戦、まあ、竹倉龍はね180数センチの120キロ近い体格のスーパーヘビー級選手一方イーグルマスクはね170センチあるかないかの70キロあるかないかの超軽量選手とんだりはんぜりの,トンダリハンの、ね、軽快な動きを得意としてるわけですがまあ本当ねもう大人と子供みたいなね体格差がすごいんですが過去に シングルマッチね 1, 回やってるのかなまあどちらもね残念ながらイーグルマスク敗れてるんですがすごいこの2人の試合はね面白かったあのこの小さいイーグルマスクがねあら,あらゆる手で絡みついていってこの巨人ヘビー級の竹倉をねほんとね倒すんじゃないかってぐらい大前線したんですねだからね今回はギブアップがない。 ホールのみなんで、まあ、イーグルマスク、ね、あのメキシカンプレスルチャリブレの動きは得意ということで、えー、軽快な動きで丸め込んでもしかしたら竹倉龍也を丸め込んで、ね、勝利してしまうかもしれないそんな期待が持てる、えー、期待の、えー、夢チャレンジトーナメント1回戦オンリーフォールマッチはい、えー、すごいね個人的に俺は楽しみな一戦です続いてもう一試合ドドン はい、えー、同じく夢チャレンジトーナメント1回戦、えー、ランキング2位のカノン対ランキング6位だったかなの綾部蓮によるね、えー、シングルマッチですこれもね、えー、先日後楽園ではね、えー、鈴木君倒すために組んだ2人がねシングル対決ちなみに1年前だったかな、えー、綾部蓮がデビューしたのが去年の確か9月だったと思うのですが 9月にデビューした時の相手がカノンということでね約1年ぶりのシングルマッチしかも今度はねフォールだけのルールまあ綾部蓮はねちょっと JTO ルールギブアップのみの JTO ルールがあまり得意じゃないと。 いう発言があったのですがまあならばこのオンリーフォールマッチなんか得意中の得意なんじゃないでしょうかまあカノンはねダブルアームスープレックスでワンツースリー取れる技を持っていて綾部廉は、えー、レンボムっていうねとんでもない高さから叩き落とす必殺技を持ってるのでどっちが決まるのかまあ綾部廉は2メー,ターあるんでねなんかカノンがちっちゃく見えるんですけどねカノンも1 8 0ンチあるんでね、えー、2人ともね堂々とのヘビー級ファイターなのでそのヘビー級同士のぶつかり合い ここれれねねねく読めないです、ねねまあ、あ JTO ランキングではカノンは2位かもしれないだけどこれは今回はギブアップがないフォールのみのルールなんでねで一体このフォールのみのルールでプロレスやったらどうなるのかなと思って先日ね道場で、まあ、あのそこにいた選手たちでちょっとテストマッチやってみたんですね。 ギブアップを奪うことを目的としないプロレスってことは、まあ、プロレスのセオリーである一点集中攻撃ってものがまずないとりあえず相手を倒すか投げるかしてフォールに行くっていうことで全くね今までと違う戦い方になったんですねやっぱあの頭がすごい重要プロレスの頭脳がないとなかなか勝てないルールだすごいねあのー、その練習試合の時も選手たちも戸惑いながらやってたんですけどこれはこれでいい経験なんのかなと。 いうことで、えー、これが面白ければね、今後ももしかしたら JTO ルールの第2弾として、オンリーフォールマッチ、やっていくことになるかもしれません。ただ、やってみて、つまらなかったら、今回のトーナメント限りで終わる可能性もございますので、ね、ぜひこの高島平でね、行われる夢チャレンジトーナメント、1回戦の模様ね、えー、ヘビー級3人と軽量級1人によるね、トーナメント。 え注目してもららえたらと思います、まあ、ここまでは、えー、今まで、ね、発表済みのカードでしたが、えー、新たに、えー、2試合決まりましたので、ねえー、こ,こ,ここがね先行発表となります。えー、今日、ね、ちょっと何個発表ごとがあるって SNS とかで、ね、言ってきましたが、ね、その発表ごとその1じゃあ、えー、つ続いての男子の試合いってみましょうか。ドドンはい えー、新た関谷対ブラックイーグルブラックチャンえー、この一戦は、えー、関谷が、えー、ランキング外だった関谷が先日のコラケンホールでランキング10位をかけて、えー、ファイヤー勝美とね対戦しまあ今までね、えー、2度シングルやって2回ともファイヤーに負けてたのですが今回は、えー、ファイヤーが実はね 指をちょっと骨折してたんですねまあ完治してない状態で試合をしてまあ関アはそこをついていったということで得意のキーロックで腕を固めたあとその折れてる指をピンポイントで掴んでボキボキボキってそりゃギブアップするわなっていういやもうあの非常に徹したキュアの勝利に終わってまああの。 9割方ね、ファイヤーの勝利に終わるだろうっていうね、見方をされていた中で、関谷が最後の最後で非常の奥の手を出して、見事、逆転勝ち。本当に最後押されてたんでね、一発逆転。いや、非常に良かったです、あれはね。あの、本当、こうなって、ここになんか包帯みたいなのもあってたそこをんで、ゴギギギギギギってやったんでね、いや、それはひどいなっていうね。でも、まあ、 リングに上がったらそれが上等手段だと思うんで、怪我してるところをね、攻めるのはプロの鉄則だと思うんで、えー、そんなこんなでセキュアがね、ランキング10位になって、じゃあ次はということで、そのすぐ上にランキングにね、このブラックイーグルとブラックチャンをあの、最近影薄いんですけど、一応ランキング入ってるんですよ、こいつらが、えー。何位だったか忘れましたけど。なので、えーはい、笑いいたたい、ありがとうございます。 それぐらい存在感薄いんですけどまあなんだかんだ言ってランキングに入ってる実力者なんでねまあそのブラック軍と対戦したいということで組まれてで新たはですね、えー、ちょっと最近不調で、えー、ランキングを下がってしまった中で、えー、インディージュニアとヤングドリーム選手権ダブルチャンピオンになったのですが今回はねこのセキュアのね頼もしい強いパートナーとして、えー、タッグマッチに出場さあこのね 関谷の要望が通ってのこのブラック軍との対決ですがまあこれで勝つことがあればランキングマッチに進めるかなと思うんですがまあそこまでね、あのー、甘くはないと思うんですけどどっか怪我しててボキボキってわけにはいかないと思うんでね、えー、ただまあ言うても今ランキング10位に上がってきた関谷まあファイヤーもねこのまま黙ってるとは思えないのでねこれからそのランキングね下の方の争いもね激しくなってくんじゃないでしょうかそしてもう1試合が。 ドドン。はい、えー、私、高見しのく対、先ほど言ったその、ファイヤー勝美の初シングルマッチ。えー、ファイヤーは3月の後楽園でデビューして、まだね、10試合ぐらいしかやってないのかな。えー、ながら、早くも私に到達しましたが、まあ、これでもキング戦とかではなくて、ね、通常ルールです。まあ、あのー、トーナメントやることになって、私、高見しのくの対戦相手がね、いなく、いないどうしよう誰とやろうかな 別にブラック軍とやりたくもねえしなとか考えて、えー、ちょっとツイッター上でぼやいてたらね、えー、いち早く噛みついてきてくれたんで,で、まあ、ただツイッターで噛みつくことぐらいだったら誰でもできちゃうんで、えー、どうしようかなと思って、まあ、先日の練習でちょっとねファイヤーの気持ちを見てやろうかと思ってね、まあ、セキュアに負けたショックでねちょっと。 へこんででじゃないかとと思ったたらね逆でしたね逆しあのー、その負けをねやっぱり相当悔しかったんでしょう、えー、まだね指ももちろん感治してない状態ですが、えー、いつも以上に激しく練習してたのを見てねこれはねこのタイミングでやるべきかなということで、えー、急遽シングルマッチが決定しましたまあ個人的にもすごい楽しみなんでねあのー、まあ 指はまだね完治してないんでねカーンってなってすぐ指つかんでボキバキってやれば多分3秒で勝てるんですねはっきり言って実際あのー、道場での練習試合で1回そういうことがあったんですねまあ2分ぐらいやったかもしれないですけど2分ぐらいやってボキバキってやって終わらせたんですけどまあでもそんなんじゃちょっと今回面白くないんでねあ,のあえてその折れてる指は狙わないで、えー、じっくりとちょっとファイヤー克美とのね初対決なので。 じっくりそのファイヤーかつみのプロレスをね、えー、肌で感じてみたいなと思ってます。えー、去年のね10月から始まった研修生制度でデビューした第1号レスラーラんでね、えー、10, 10月から111212345679ヶ月でどこまでこうプロレスができるようになったのかねあのー、それをね確かめるような戦いをしたいなとか言いながら急に指ボキボキって言うかもしれないですけどね。もし指掴んでボキボキキ たらそこまでもしかしたら高道とか追い込まれてたのかもしれないっていうことかもしれませんまあそれは多分ないと思いますけどねわかりませんけどね、えー、そんなこんなで、えー、JT ハウス15時からの JT ハウス全4試合が、えー、決定いたしましたでは、えー、続いて確か18時から行われる ガールズの全カードはすでに発表になってますけど改めてちょっとね見どころも含めてい、えー、ってみたいと思いますじゃあ JTO ガールズのカードどうぞドドンはい、えー、ガールズラン,ランキングマッチ、えー、ブラックチャンギーター7位対柳川すみか9位まあガールズランキングのまあ最下位ですね柳川すみかは、えー、5月にデビューした葵に デビュー戦で敗れ。その後、あ、デビュー戦じゃないか、あ、デビュー戦だったかな、まあいいや、えー、敗れた後に、えー、ランキングマッチでも敗れて、えー、8位、最下位、もともと最下位で8位だったんですけど、葵の参入により、葵が8位になって、住、え、処、ー、は9位、まあ、いずれにしろ最下位ということでね。 えー、どうしてもそこから這い上がりたいということで、えー、7位のチャン・ギータとの対戦が決まりまりした、まあ、チャンータもねちょっとねこんなマスクでバナナ食べてる場合じゃないよって感じですけど何を考えてるかわからないけどただただラフファイトとね強烈な打撃が強いので、まああのー、2年前ぐらいにはねあの稲葉友香に勝利したこともあるぐらいなんでね実力はある選手なんで。 簡単に7位にはなれるとは思わないんですけどまあでも柳川澄ね先日のウェーブのね、えー、ヤングブロックで、えー、リーグ戦に出たり今度はね確か今週の日曜日だったかなピュア J ・ジェに初参戦するということでね、えー、ちょいちょい多団体の参戦も決まってるのでね、えー、多団体経験を積んで確実にね、えー、実力は伸びてきてると思うのでこのチャンギータに勝てば一気に7位イコール えー、葵が今8位だから葵に片ずけして葵より上のランキングに行く可能性が出てくるわけですまああのー、その可能性は十分あると思うんでねちょっと頑張ってもらいたいなと思っております続いてドドンはい、えー、同じくガールズランキングマッチランキング6位の神楽美沙対、えー、8位のい まあこれは葵はデビュー当時からそうかデビュー戦が神楽美佐だったのか、えー、デビュー当時から下からコツコツ上がっていきたいということでデビュー戦で神楽美佐に勝ったのですが、えー、その後ね神楽美佐がランキング上に行ってしまったのでまずは下の柳川澄香を倒したいということで倒して上がったとじゃあ次は美佐だということでねってことはこれはね、えー、もし澄香が チャンギータに勝ったとして、えー、7位になっても葵がミサに勝ったら6位になるってことはややこしいな葵が6位ミサが7位ってことはスミカは結局上がったけどすぐこの試合の後落ちて8位になってしまうっていうねなかなかこのランキングマッチランキングルールね過酷な 感じになっております、えー、順番がね前後するか,かつてもそういうことあったんですね竹倉が勝ってランキング上がったと思ったらメインの試合でランキング変動があって上がったのに下がったみたいなことがあったんでねただねそういうことが十番ありえるんで今回スミカが勝って上がっても葵が勝ったら下がってしまうっていうこともありえるまあ今ね今のところデビューからえー一度も負けてない連勝中の葵のね えー、ランキングマッチ、まあ、A ウィングっていうねギブアップを取る技までね、えー、身につけたので一方でも神楽美佐もね、えー、この体格を生かしたパワーファイトで体重を浴びせかけるエルボーとか戦闘を身につけてさらにね得意の美、あのー、サスペシャルをグランドで決めるっていうね荒技まで身につけたんでまあ簡単には倒せない、えー、相手だと思いますがまあ、えー、注目の一戦です。続いてドドン 後、はいえー、楽園ホールで、ね、稲葉友香に敗れてクイーンから転落して2位に落ちたしずく秋ですが、まあ、そんなしずく秋のもとに、ねえー、現在ランキング5位かなの有利が「しずくさん私と対戦してください」っていう、ね、対戦要望を出した。っていうのも、まあ、ゆうりは あのジャストタップアウトガールズの中で唯一静亜秋と対戦経験がない選手なんですね。今までタッグマッマチでも一度も当たってないはずなんですでまああのー、クイーンじゃなくなったけどもねその静亜秋の強さを体感したいで倒したいということでえ自ら後楽園ホールの試合後に名乗り入れて、えー、組まれたカードです。ちょっと 勝てる可能性はね極めて低いかもしれませんがね有利得意のねあの腕っぷしでのスリーパーががっちり入ればもしかしたらもしかするんじゃないかなとあとは雫昭がね、えー、クイーンから転落してまあそれで落ち込むような球じゃないとは思いますがね、えー、これでもし有利が勝つことがあればね地殻変動だなっていうのがあるんでね、まあ、そこにも期待したいなとは思っておりますがまあ雫は多分まだまだこっから。 何かを仕掛けてくるんじゃないかなとは思っておりますそしてガールズの名イベントはこちらドドンはい、えー、先日の7.7交絡園で見事2代目クイーンとなった稲葉智香に、えー、初挑戦初挑戦じゃないか、えー、初防衛戦の相手としてリズムがね試合後に名乗りを上げましたまあこの二人はね本当あのー ジャストタップアウトの短い歴史の中でもねあのすごい関係性が高い2人で、まあ、あの唯一のガールズの令和元年組、えー、旗揚げからいる2人で年、まあ、もほぼほぼ一緒、えー、近くてですね、えー、10代ながらずっと切磋琢磨してきた2人で、まあ、稲葉智香は、えー、生まれてすぐ始めた空手を持って、ね、最初から割と強さがある中でリズムはもう。 生まれたときから病弱でっていうね全く正反対の人生を歩んできた2人がね、えー、このジャストタップアウトで交わって、まあ、デビュー戦では6人タッグで当たって友カが快勝その後ね不甲斐ないファイトのためリズムは練習生降格約1年の降格を経て友、まあ、カからの、えー、熱い思いで、えー、再デビューに向けてのねテストマッチを行ったのも稲葉友カそして、えー、再デビュー戦を行ったのも稲葉友カ まあ、とにかく何ですかねあのー、2人の間に確実にねその同期としての令和元年組ガールズとしてのねなんか見えない絆があるのかなという感じはするんですがまあ何て言うかトモカの蹴りってめちゃくちゃすごいんですけど、あのー、リズムを蹴るときっていつものより激しい気がしてでそれをねリズムをリズムでもう顔で受けに行くっていう。 なんかなんだろうってなこの2人にしかできないその打撃が打ち合いが見られたりするんですねなんかそこにはやっぱこいつにはここまでしなきゃいけないっていうような思いも感じられるのですがただまあ稲葉友香は、えー、今のところ最近ね蹴りを封印少なめにしている控えた試合をしてあえて蹴りを使わずにねテクニックで勝負するような形を取ってるんでで今まで令和2年組と対戦した際はね 蹴りを1回も使ってないですねここまで。うん、でこのリズムに対して今まではボコボコ蹴ってましたけどもしかしたらねもう、あのー、蹴りを使わないともかは見れるかもしれないし蹴りを使わなきゃいけないぐらいリズムは追いかものかもしれないしまああのー、あの頃のデビュー当時のねただ病弱な弱いリズムではなく様々なね、えー、ヘッドロックから派生した、えー、リズムボムリズム フォルテ、リズムクラッシュ、リズムクロスとにかくねいろんな技があるんですよあのー、決してすごい大きな技ではないんですけどそのヘッドロックから派生したねいろんなこう技を駆使してね、えー、なんだかんだランキング3位まで上がってきたんで、うん、まあ友にとってはね1回目の防衛戦ながらなかなかの強敵難敵を迎えたんじゃないでしょうかまあ友としてはねやっと倒し雫を倒して 手にしたクイーンの座を初防衛戦で落とすわけにはいかないって気持ちも強いだろうしリズムからすればねトモカに対していろいろねあの厳しい言葉を浴びせてたんでねあのー、まあ激しい試合で激しいテクニック合戦にはなるかなとまああの1、ー、点集中ヘッドロック狙いのリズムと足攻め、えー、なんだっけな一向殺トモカじめだったかな合ってるかな,なんかね 一撃必殺ともかぎりだったらすぐ覚えれたんですけどそれの関節技バージョンができたんですね一向即殺ともかぎりだったはず一絞りで足を殺すともかじめらしいんですよまあ分かりやすいですねそう説明すればねまあでもいいと思いますあの一撃必殺ともかぎりはまあ一撃で殺すともかの蹴りっていうことででもう新しい技が一向即殺一絞りで足を殺すともかじめ それでね、雫、え、秋、ー、にも勝利したんでね、あのーまあ、2人ともそうやって勝利するための必殺技が増えてきてるのでね、えー、そのぶつかり合い、ただ、言っても2人は常に練習一緒にしてきてるんでね、それこそファイヤー勝美と関谷と同じような関係かなと、お互いの得意技、癖、手の内は知り尽くしている状態。なななのでね、なかなかねかか その思思うううように技は決まらないと思うんですね、まあ、そこがまたね面白いなと技の掛け合い駆け引きなかなか決まらないそれがどうどういうプロセスを経てどっちが決めれるのか決めた方が勝つよっていう単純明快なね、えー、プロレスになると思うんでね、えー、非常にこのクイーン戦楽しみだなと、まあ、あの雫政権だったクイーン戦からね友果政権になってるのね、えー、初戦なので 一体どんな景色を見せてくれるのかなということで、えー、今回もねこの高島平初の高島平大会ハウスガールズともに見どころいっぱい注目のカードいっぱいでございますのでね、えー、皆様ぜひ、えー、高島平ご来場いただいてじっくりとジャストタップアウトの世界を、えー、体感していただけたらと思います、えー、チケットのはですねプレイガイドチケットピアローソンにはこれは売ってません えー、ジャスト・タップアート公式アカウントもしくは、えー、オンラインショップの方で現在発売中です。お得な投資券もございますので、ね、両方見るって方は、ね、投資券買っていただければ1000円安くなります。ということで、えー、ぜひ7.23です。はい、そしてですね、えー、もう一つの発表事があるんですね、今日。 まあちょっと8月はすでにえ15日の横浜と23日の北千住ホワイトスタジオ大会決まってるのですがなんともう1大会決定しました拍手がきましたはい、ということで急遽決まったんでねえちょっといろいろどのタイミングで発表しようかと思ったんですけど、ね、せっかくね、今日ラジオだったんでここで発表しようと思ってえじゃあ発表いきますいきますよドドン あれ,あああれ戻った画像戻った <laughs> はいポスター画像ですはいじゃあ仕切り直してもう一回いきますよまだねまだねはい準備できたら給くださいなんとなく見えてるんでえっ、ー、とね8月もう一大会割とすぐなんですね割とすぐなんではいはい準備できたようなのでいきますせーのドドン はい出ました8月8日日曜日12時、えー、王子ベースメントモンスターで、えー、急遽大会が決定しました、えー、株式会社村上製作所プレゼンツ JTO スペシャルスペシャル来たよこれスペシャル何がスペシャルなの って思う方いると思いますがジャストトタップアウト割とね、この、えー、こういう、割と100人規模の会場でやるときは、ガールズとハウスと分けてやってたんですね。ガールズとハウス。今回のこの8.8は、なんと、1つ、ひとまとめ。なので、JTO スペシャルです、えー。で、このポスターをざっくり見てもらうと、あれ誰か1人足んなくない あれ神楽ミサがいないいいなねって思思う方いると思います、えー、別に神楽ミサを省いたわけではなくね、急遽決まったんでね、あのこの日ね、あの神楽ミサはちょっとあのプライベートの所要があったみたいで、これ、正直に言っちゃいます、はい、なんかあって、あのー、休むのとか言われるの嫌なんで、あと、ポスターに入れ忘れたのとかってわけではなく、えー、プライベートの用事がすでにあって、どうしてもこの日はね、えー、東京にいないということで。 えー、欠場となってしまいますが、まあ、それ以外のジャストタップアウト、ねえー、所属全選手、えー、参戦しますので,で、まあ、ハウスならではのカードもあるかもしれない、まあ、いつもだったら、ねえー、2大会見てジャストタップアウトハウスガールズと、ね、楽しんでいただいてますが今回は、えー、1大会でまとめて えー、行っちゃいますでこれはですねもう急遽決まったんで早くチケット売り出さなきゃいかんということで今日このあと10時からジャストタップアウトオンラインショップで発売開始となりますはい、えー、まああのー、王子もね今70人80人ぐらいかなパンパンで入れるのがってことは、まあ、7080席限定なので是非、えー、ねこの初の JTO スペシャルきっと普段見れない <laughs> スペシャルがそこにあるかもしれないということでね、えー、ぜひ、えー、こちらの方もね見ていただきたいということで8月は8日の王子15日の横浜23日の北千住ホワイトスタジオということで3大会、えー、決定しておりますまあその先にはね、えー、9月に後楽園大会夢という大会がございますのでねすべ、えー、てが1000となり、えー、ドラマが続いていきます まあ、ちなみに、えー、先ほど言った7.23高島平でねハウスで行われる夢チャレンジトーナメントの決勝戦は、えー、8.15横浜にぎわい座の方で、えー、開催予定ですでおそらくその前後で、えー、9月の甲羅犬ホールのね、えー、カードも出始めるんじゃないでしょうかじゃあ最後に 9月のね後楽園大会の話をちょっと言ってみましょうか9月はい9月のはい出たえ大会名夢まあジャストタップアウト旗揚げから9月は大会名が夢まああのみんながやりたい選手あるいは夢だったカードをね実現させるっていう大会だなのですが まあ、あの去年も一昨年もみんなそれぞれのねやりたい人とやってきたんですが今年は、まあ、まずはその夢チャレンジトーナメントで優勝した人間がキング田道千国に挑戦できるということなのですがあとはまあおそらくクイーン戦も行われることでしょう、まあ、ともかリズムの勝者に誰が挑むか分かりませんがね、えー、クイーン戦も行われあとはまあ 今の時点でその各選手のね夢をね、特に主張がないのでね、聞いてないんですがね、これから出てくるかもしれないし、あるいは、まあ、プロレスラーになるのは夢で、研修生になった人間の新たなね、選手のデビュー戦なんかも、ぽツポツあるかもしれないということで、ちょうど、昨日、一昨日かな、研修生のね、何回目かはもう分かんないですけど、え、ー 練習生昇格テストがあったわけです。でその合格発表は実は明日なんですね、はい。明日の男子練習でその練習生昇格した人間の発表があるんですがねまあちょっとね自分の中でまだはっきりと決めかねてる部分はあるんですね。あのすごいいい部分もあれば駄目な部分もあってこのまま練習生に上げちゃっていいのかなと思う部分もありつつもういいのか十分かなと思う部分もあってまだ自分の中でちょっとした葛藤があったりするんですが。 まあもしかしたら明日練習生に昇格する研修生が何人かいてそれがすごく頑張ったらこの9.2後楽園大会夢でデビュー戦があるかもしれないかもですよあくまでもはいまああのそんな感じでねとにかく夢のある大会にしたいなというのが一つ。 あとはね、あのー、ちょっと今ね、今日も、ちょっと、街を徘徊してきたんですけど、今ちょっと、ジャストタップアウトで、新事業展開を考えてまして、それをやるにあたって、ちょっとね、箱が必要でね、一生懸命箱を探してます。はい、箱っつっても、あの、段ボール箱とかね、あのー、じゃなくてね、あのー、大きい土地、土地 あのこれからそれをやろうとしてる新しいビジネスにはねちょっと、えー、大きい場所が必要になってくるんでね、えー、それもね本当早く発表したいんですけどまだねその場所も決まってないんでね概要を先に言ってあのいつ動けるかはまだはっきりしてないんでそれ場所が見つかって概要が決まったらドドドドドドンと発表したいなと思ってるんですこれね本当あのー、高道の具のレスラー人生っていうよりはもう人生かけて。 仕掛けたいななと思ってる出来事なんで、ね、あのこれをやって本当あの日本をあるいは世界を活性化したいプラス社会貢献したいっていう事業なんでこれはほんにね自分の,あの人生かけた、えー、ビッグプロジェクトを今ね考えてて考えてんじゃないもう行動するためのね場所探しを今しててですねはい。 まあ,あの先ほどちょっとなんかでつぶやいたいツイッターかなんかで言ったかもしれないですけどちょうど1年前もねあのー、道場を探していろんなところを探して歩いてたなーってのを思い出してただそれ以上のことをね今考えて動いているのでね、はい、まずは、えー、関東でスタートしいずれは全国目指してそして全世界に羽ばたいていこうと思っております。 さて、拍手あありがとうございまます。あまた10分もあった今日あのネタがいっぱいあるからあっという間に終わるかなと思ったら意外とスムーズにいっちゃってはい残り10分さあどうしようかなまあじゃあ今後の展望をさらにねいってみたいと思うのですがまあ現在ジャストタップアウトは、えー、第3期研修生募集中と。 研修生って何練習生と違うのってよく聞かれるんですけど、まあ、あのプロレス界、ね、練習生からレスラーになることが多いんですがジャストタップアウトはさらに、ね、枠を広げて研修生っていう制度を設けてです、ね、幅広くレスラーになりたいっていう、ね、中卒以上の人間だったら男女問わず経験問わず誰でも受け入れようという姿勢で、ね、今、えー、取り組んで練習をしているわけですが、まあ、それの第3期の募集を今しててですね ま,あちょっとまだ埋まってないのでねはっきり言えないですけどできればこの7月下旬から8月にかけて第3期はスタートしたいなと思っている感じです。はいあのー、本当に高見忍が約30年間プロレス界で関わってきてまあこれはプロレスに絶対必要だってものもあればこんなものいらなくねってものがたくさんあったわけでその必要な最低限のものをかき集めて。 プロレスラーになるための心構え、技術、精神、その他をきっちりと教え込んで、ですね。これ、あのー、私が30年培ってきて気づいたこともたくさんあるんでね、そういうものをね、一気に、まあ、いわばプロレスラー秘伝の本みたいな感じ、本は作ってないですけど、はい、そのプロレスラーになるための秘伝をばっと脱笑し,し,しみなくね、えー、研修生には伝えているわけですね。 なので割とねファイヤーを勝美とか関谷はデビューまで早かったっていうのもありますし、はい、どこにどこでもどこの団体でもまず教えないであろう秘伝のテクニックを伝授するのがジャストタップアウト研修生制度なのでね、あのー、ぜひ興味ある方来ていただいて直接触れてもらえればねそのあなるほどと思,思ってもらえると思います。 まあその研修生制度もこれからねちょっとあの新しい事業展開が始まったらさらに大きい動きが出てくるだろうと今ほんとね言えないですけど高見しのくとてつもなくでかいこと考えてますはいどうせあれだろうってあのあれなんか。 口で言ってるだけだろうとか、ビッグマウスターだけだろうって思ってる方もいるかもしれませんが、一年後見て,てください,、はい。来年のね、今頃には、もう確実に動き出して、それが二つ、三つ,つは進んでると思うので、はいでまああのー、この展開で、日本、そして世界に羽ばたく事業展開になると思うので、もうプロレス界を飛び越えてね。 あのジャストタップアウトの枠はどん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 大きくなっていくと思いますんでね今のうちにこのジャストタップアウトに乗っかってた方がいいですよなのでねプロレスラーを目指す若者若くなくてもいいですやる気があるもの男女経験一切問いません、はい、やる気のある方はねぜひ一言声掛けもらえればね概要を説明しますその研修生になるための概要をね 決して難しいことは一切ないので、はい、あの大事なのはプロレスをやりたいという気持ちとプロレスラーに絶対なってやるという気持ちだと思うんで、はいまあ、ジャストタップアウト、この8月、ね、来月、えー、3大会、プラス、えー、9月は後楽園大会決まっていて、で11月にも後楽園大会がございます、まあ。それ以外にもこれからどんどん増えると思うんですね、うん、大会は。うん、で確実に、えー、試合経験を積んで、えー どどんどん,どん,どん大きくなっていく予定でございます。予定っつったらだめだな。大きくなっていきます。はいあと、あのー、ま、あこれ、ジャストタップアウトの話ではないんですが、えー、私、高道の区、9月だったかな、えー、佐渡島に始めていきます。はい。ありがとうございます。そこら、あのー、うちでね、よくレフリーとかいろいろやってもらってるね、あのリング、リング屋さんのパンチ田原さんがね、えー、 主催してるのかな,なんかやってる仕切っている大会に初めて呼んでもらってですねえ佐渡島はねプロレスラーになってもうすぐ30年になりますが一度も行ったことないいつか行けたらいいなぐらい思ってたんでねえその念願かなってついに初上陸確か9月だった気がするけどまああの昨日かなんか Twitter の方に上げたんですけど はい、あの長野正弘さんも、えー、来場してトークショーをやるということであとは、まあえー、女子プロレスラーアジャコングアジャ様も参戦ということでね、えーまあ、ただこれチケット購入法とかね選手がちょっとチケット受け付けれないようなシステムなんですのでどうやって見れるかはねわ、えー、からないのですが、えー、佐渡島に高道6初上陸します、はい、まだ時間余っちゃったかなあまだ5分もあったあらららじゃあ あとは、そうね、次の高島平大会、えー、高島平ってどこって思うかもしれませんがね、確かね、駅から割と近かったんですね、これ、高島平の駅。確か、確かですよ。でね、非常にプロレスしやすい会場でした。一回だけね、何かで行ったんですよ。何で行ったか覚えてないけど、何かの大会で行って試合したんですわ。すごいね プロレスしやすい会場だったんでねいつかこうやりたいなーと思ってたところあのなかなか人気の会場らしくてなかなか取れなかったんですけどねたまたま空きが出たっていうことでね今回初初のねジャストタップアウトでやらせてもらうのですがね、うんえー、すごい見やすい会場で広々としてるんでね割とあのー、王子とかわらびは、えー、ギュッとした会場でリングもちょっとね普段よりコンパクトな、えー、リングで。 ちょっといい大きい選手はやりづらかったりもする場合もあるんですが高島平はね普通のフルのリングドンといてやれるので、はい、そこのリングで、えーね、自ら育てた研修生第1号ファイヤー勝実とどんな試合してやろうかなとで初のオンリーフォールルールのトーナメントこれねじっくり見にとかないと、ね、勝ち上がったものとね次キング戦をやるので、えー、当然ねそのカノン レン、竹倉、イーグル、全員とね、キング戦やってるんで、過去、かつて。うん、ただ、そこからまた時間を経て経験も積んでると思うんで、で今回のトーナメント優勝して勝ち上がってきたってことは、相当レベルアップしてるはずなんでね、はい、えー、高道のく、何回目なんだろう、6回目の防衛戦ぐらいなのかなにして、えー、最大のピンチ。 まあ毎大会結構ねなんだかんだ追い込まれてはきたんですけど、うん、なんとなくなんとか勝ってきましたが、えー、最大のピンチを、えー、ね9.2夢舞台の後楽園ホールでね、えー、組まれるんでねまあでもまだね、えー、ちょうどこの9月でデビュー29周年なんですよそういえばそうですねありがとうございますえー、デビューしたのが9月4日なんでで、後楽園9月2日なんでまあ2日違いですけどもまあ 29周年記念試合みたいなもんなんで、で、キングオブ JTO 防衛戦、まさかね、そのね、記念試合で敗れるわけにはいかないんでね。と言いたいところなんですかね、私、高見白く思い起こせば、10周年、15周年、20周年、25周年、そういう区切りの記念試合でね、確か全部負けてるんですね、俺。<laughs> もう本当にね、記憶に新しいところでは25周年、えー、高見白く、井渕幸太対岡田一鹿、下道っていうね、なんじゃこりゃってとんでもないカードが組まれたんですけど、で、まあ、あのー、大方の予想、当然25周年記念試合、まあ、岡田一鹿が来てても、パートナーが下道、下道さんなんで、高見白くが下道に勝つんだろうと、ね、9割9分の人が思ってた、っていうか、私も思ってました。ところが、下道さんのね、 名義にやられててしまって負けたんですねはいなのでねこの29周年になるであろうこの試合は絶対防衛したいと思っておりますということであと1分サインが出たんでね、えー、今週のまとめをするとですねまああのまとめというかね綾部蓮と鈴木みのるの熱き戦いこれね俺がシングルで、ね、見たいんでほんとボスのスケジュールが愛し次い シングルマッチを組みたいと思っております。それはね、どこになるかわかりませんけど、はい、近いうちに組みたいと思います。プラス、えー、クイーン戦、キング戦、えー、間違いなく組まれるだろう。9月2日コラケン大会。まあ、あのー、たくさんね、8月も大会ありますけど、すべてはこの9点にコラケン大会。夢につながると思いますのでね。ぜひ、皆さん、お見逃しないように、では、また来週。